ガンプラコンシェルジュの動かしてみた動画。皆さんこんにちは、ガンプラコンシェルジュの高橋です。この配信は最新のガンプラをどこよりも早く実際に動かして、そのガンプラの魅力やそのガンプラのギミックをどんどん追求していく内容でお送りしていきます。ということで、今回ご用意したガンプラご紹介いたしますのはこちらでございます。 HD ビルドダイバーズリライズ144分の1スケールガンダムテルティウムでございます。この機体はガンダムビルドダイバーズリライズに登場する機体でして、機体のデザインがガンダムマーク3をベースにしているという設定でございます。まあ、ただもともとガンダムマーク3というのは HG 化していないキットでございますので、まあ、ほぼ新規のパーツとなっているんですが、かなりこの共通点のある部分として、その同じくガンダムビルドダイバーズリライズに登場した、ガンダムゼルトザームの、パーツがかなり共通になっていますので、まあ、そういったところも見ながらこのガンプラの魅力どんどん追求していきたいと思います。では早速ご覧いただきましょう。ということで、まあ、今回ご紹介するこのガンダムテリトゥーム、まあ、ガンダムビルドダイバーズリライズに登場した機体なんですが、まあ、この機体がまあベースになっているという設定で、もともと発売したこちらですね、じゃじゃん、ガンダムゼルトザームですね。まあ、この機体にかなり共通ポイントがたくさんありますので、まずそこから見ていきましょう。まずですね、機体のこの主なパーツに関しては、ほぼこのカラーチェンジがメインとなっております。もともとこのネイビーカラーだった部分がテリトゥームだと少しグレーっぽいカラーリングに変更されています。そしてですね、やっぱり注目がやっぱゼルトザームはこの左右非対称のボディだったんですが、テリトゥームは左右対称にデザインが変更されております。ヒロイックなプロポーションになりましたね。なんか本当に善と悪といった感じの雰囲気が漂っておりますが、なんでしょうね、まあ、ガンダムマーク3がベースということで、なんか個人的にはサタンガンダムとナイトガンダムと抱負させてますが、まあ、実際にまあこういう機体デザインは共通の部分もたくさんあるんですけど、かなりこの追加パーツだったり、まあ、この頭部のデザインなどが変更されていることによって大きく印象が異なっているのが伝わっているのではないかと思います。実際にですね、まあ、このガンダムテリトゥームなんですが、劇中に登場している装備だとこのゼルトザームが持っている同型の武装を装備しているんですが、まあ、これがですね、実はまた後ほど説明しますが、ゼルトザームアームズという別の商品を使うことによって再現できるので、それは後ほどご紹介したいと思います。まずは、まあ、このテリトゥーム本体の、まあ、ギミックだったり、まあ、この機体独自に付属しているアイテムとかもしっかりと見ていきたいと思います。ということで、この、テリトゥームガンダムですが、ゼルトザームの時は、まあ、武装が、まあ、このロングバレルの折りたたみのライフルだったりランスだったり、まあ、かなり特殊なハンドパーツだったりとかなり特徴的な武器多かったんですけど、テリトゥームはかなりこうイメージが変わってまして、このスマートなビームライフルが1丁、そしてですね、デザインの異なるビームライフルがもう1丁ついて、合計2本ビームライフルが付属しています。かなりシンプルな機体構成ではあるんですけど、まあ、ビームライフルしかもデザインが違うものが1丁ずつついてる、意外と他のガンプラでなかなかない、武装構成となっております。で、まあ、このビームライフルのデザインもですね、なかなかガンダムマーク3の設定に合ったライフルに近いデザインになっているので、まあ、かなり、まあ、そういったところでも注目ポイントは高いんではないかなと思います。で、あとは新規の部分ですね。新規パーツとしてここですね、この頭部デザイン、頭部がもともとゼルトザームが左右非対称だったんですけど、まあ、左右対称のデザインになっていて、まあ、このディテールのマスクにもともとここに接続のパーツですね、このゼルトザームの段階ではこのマスクのようなパーツをつけなきゃいけなかったので穴が開いてたんですけど、まあ、それがなくなったことによってよりマーク3の頭部に近いデザインになっております。まあ、このマーク3のこの何でしょうね、への字がなかったり、まあ、この顎のパーツがなかったりで、とてもこうスタイリッシュな顔がすごい特徴的なんですが、かなりそこを再現されている仕様となっております。あとはそうですね、追加されたパーツとして、まあ、さっきご紹介したこのビームライフルが2本分、こちらが新規でついています。そしてですね、ハンドパーツも追加されています。まあ、ゼルトザームの時にも実はボーナスパーツとして入っていたんですけど、まずこちら、じゃん、平手のようなパーツ、これが、今回右手もついています。前はこちらゼルトザームの時はこっちの
左手のみだったんですけど、今回のテリティウムに関しては右手左手両方付属しております。でちなみにですね、まあ、このビームライフルなんですが、今この右手に持っているライフルは、この重要の持ち手ではなくて普通の握り手で持たせることができます。こんな感じで、なんでこれを取り外して、まあ、もちろんさっきあの腰に構えていたライフルをこっちに持たせることもできます。切り替え、はい、持たせられました。で逆にですね、こっちの左手にも、今回は専用の持ち手が必要がないので持たせることができちゃいます。こんな感じで、はい、で持たせることができるので、なんとお手軽に二丁拳銃で構えることができちゃうという、まあ、このテリティウムならではの遊び方なんじゃないかなと思います。まあ、実際にこう構えると、こうロングバレルのライフルとショートバレルのライフル、全然デザインの違うものでライフルを構えてあげる。先方に振ってみましょうか。ストライクフリーダム的な感じでちょっとやってみたいと思います。はい、まあ、こんな感じでビームライフルを2丁使って構える、まあ、なかなか他のガンプラではなかなか少ない構成なので、いろいろ遊べるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに、このハンドパーツのデザインはこのもともと発売したゼルトザームと同じものを使っているので、このビームライフルをこのゼルトザームに持たせることもできますね。はい、ご参考いただければ幸いです。続いてはですね、こちらのテリティウムガンダム、もともとこのキット自体のライン的には、まあ、ゼルトザームとほぼ同じなんですが、実はこのテリティウムにしか、出せないギミックが1点ございまして、こちらになります。じゃじゃん、ビームサーベルです。実はですね、ビームサーベルの絵が2本付属しているようになっていて、まあ、これをテリティウムに持たせることができます。まあ、2本ついているので二刀流やっちゃいましょうか。まずは今何も持ってない片手に持たせます。はい、で反対側こちらのライフルも一回外してあげて、はい、このサーベルを持たせてあげれば、はい、こんな感じで二刀流にすることができちゃいます。イメージ変わりますね。もともと射撃武器が多い機体だったんですが、まあ、サーベルがこう追加されることによってまた当選ができる、テリティウムガンダムにすることができました。まあ、それからちょっと軽くポージング撮ってみたいと思います。まあ、こんな感じでポージング撮ってみました。まあ、サーベル2本あるとですね、先ほど持っていた、まあ、ビームライフル2丁と比べるとまた違ったポージングの幅が広がるんではないかと思います。ご参考いただければ幸いでございます。続いてはですね、まあ、テリティウムせっかく今回、まあ、用意できましたので、ゼルトザームと基本的にこのパーツの構成や関節の角度は一緒なんですが、改めて確認も意味含めて、まずですね、この上半身腕の可動です。腕はまずこの部分、この軸がそれぞれ可動します。まずこっちの部分と上の部分も可動するので、かなりいろんな方向に位置を変えることができます。なんかこの間紹介したファッツみたいな動き方しますね。はい、こんな感じで、なんで結構自然な腕の向きでこう揃えることができるので、結構すだちした時にかっこよく決まるんじゃないかなと思います。まあ、先ほどの、まあ、この腕の関節と、あとはですね、この肩の引き出し、結構この可動範囲が広くなってますので、まあ、このテリティウムでやりたいことはほぼ再現できるんじゃないかなと思います。そしてですね、下半身はそれぞれこのサイドスカートの展開とかはもうガンプラの最近の技術をフィードバックしているので動くようになっていて、足を上げても二重関節は当然の採用。この脚部かなり大型に作られてはいるんですが、干渉しないように動くようになっているので、しっかりとこう足を広げたりすることもできちゃいます。こんな感じで、これだけで今日格闘ポーズとかとってもかっこいいんじゃないでしょうかね。はい、であとはですね、ここのハッチを展開するとこのビームガンが展開するギミックで、はい、ということでこのガンプラで改めて言うと、すごくやっぱこう基本に忠実なガンプラになってるので、なんか何でしょう、こうアクションポーズとかもすごい決まりやすいし、デザインもヒロイックなので、かなり初心者の方にもおすすめのガンプラとなっております。まあ、武器もいっぱい入ってるしね。はい、まあ、という感じで、まあ、最後にちょっとポージングを撮ってみて、1枚撮ってみたいと思います。はい、ということで簡単にポージングを撮ってみました。まあ、こんな感じで、まあ、さっきの脚部の展開ギミックを生かしてあげると、まあ、このシンプルな体に、4門のライフルを構えるというポージングがこのテリティウムだとできます。はい、でちなみに補足なんですが、さっきあの腰にこの
ちっちゃいライフルの方をマウントしていたんですが、先ほどのこのロングバレルのマウントにも実はこれですね、ここにジョイントがついているので、このライフルをこちらに接続して、いわゆる腰に担ぐこともできちゃいますので、これはお好みに応じてお選びいただければなと思います。という感じで、まあ、テリテム本体でもかなりこう十二分に遊べるキットになっているんですが、さらにですね、まあ、さっきご紹介したこのテリテウムにはですね、実は劇中だとさらに別のパーツが付属しているような形になるんですが、まあ、この単体ではできない形になっています。じゃあ何が必要かと言いますと、こちらのアイテムが必要になります。じゃん、あともう一個、じゃじゃん、はい、こちらはですね、ゼルトザームアームズという、まあ、1月に発売したアイテムなんですが、こちらのアイテムとこのテリテウムが合体することによって、この劇中に登場する武装形態を再現することができますので、実際にこれを取り付けてみましょう。で、まあ、このテリテウムの接続なんですが、さっきの、ご紹介していたゼルトザーム、こちらにですね、実はお手本がありまして、ここの背中の構成が全く一緒です。で、こちらの接続がそれぞれ全く同じパーツがこのゼルトザームアームに入っているので、その部分を抽出します。まずこのバインダー型のライフル、こちらを外して、このジョイントをこのテリテウムのこの部分ですね、ゼルトザームと全く同じところ取り付けます。はい、取り付け OK。 こんな感じでゼルトザームと同じように取り付けてください。で、さっきの、こちらですね、ここについていたこのパーツを外して、今度はゼルトザームの反対側に同じように取り付けます。この部分ですね、ここに取り付けます。合体、はい、でこれで一応下準備は完了です。あとはこの槍のパーツをですね、この先ほどつけたこのジョイントにつけてあげれば完成です。この部分ですね、ここに差し込んでください。はい、そうすることでこちらゼルトザームアームズをテリテウムに装備した形態を再現することができます。ちなみに先ほどいたこちらゼルトザームと比較するとかなりイメージが近くなってまいりました。補足ではあるんですが、ゼルトザームアームズにはこのガンダムゼルトザームについていたこの大きなハンドパーツがブルーカラーで再現されています。まあ、もちろんこちらもですね、つけることはできるので、ほぼほぼ何でしょう、このゼルトザームと同じようなイメージの、こちらテリテウムを再現することも可能ではございます。ぜひこちらもお好みに応じて挑戦してみていただければなと思います。で、せっかくなのでですね、まあ、今回この別売りではあるんですが、このゼルトザームアームズの武装を実際にこのテリテウムのハンドパーツに持たせてみましょう。はい、こちらを外して取り外してあげれば、この槍のパーツのこの持ち手部分にこのテリテウムのハンドパーツをつけることが可能となってますので、組み合わせてあげます。はい、つけることができました。で、持たせてあげればこちらですね、接続が完了です。よいしょ、結構このマーク3ベースのこのパーツがかなり関節しっかり保持できるようになっているので、かなり重い武器なんですけど、この腕の関節が落ちないようになっております。あとはせっかくのライフルもバインダー型のライフルになっているので、こういう風に展開して出してあげれば、ゼルトザームと同じようにこの大型のバレル、ロングバレルのライフルも構えることができます。ほぼほぼゼルトザームと同じような武装構成になりましたね。最後はこの2体をポージング撮ってみて飾ってみました。やっぱりですね、まあ、この関連性のある機体を2体並べて飾るとかなりこう整合性も取れますので、かなりかっちょよくディスプレイをすることができちゃいます。まあ、実際やっぱりこのテリテウムガンダムもこのやっぱゼルトザームアームズを使いかすることによって、まあ、いろんなこの遊びの幅というのが広がると思いますので、ぜひ合わせてゲットいただければなと思います。まあ、今回のこのガンダムテリテウム発売日が2月8日を予定しておりまして、お値段は2090円でございます。ぜひ1月発売のゼルトザームアームズと組み合わせてこの合体パターンを楽しんでもいいですし、もともとこのテリテウムガンダムのこの接続ポイントは 3mm 穴でございます。他のカスタマイズパーツと組み合わせてオリジナルガンダム作るにもすごい最適なキットかと思いますので、このビルドダイバーズの最新機体遊んでみていただければなと思います。
それでは今回のガンプラコンシェルジュの動かしてみた動画は以上となります。ぜひまた見てください。またねー。